おざすましです。はい、今日もやっていきましょう。ダービースタリオンということで、牧場拡張しまして、気づいたらこんなに馬さんが湧いております。まあその中でも今現状稼ぎ頭がこのメープル、ただもう7歳なんでもうそろそろ引退かなと。で、今この赤毛のアンっていうのだけこのおっちゃんのコメントがちょっと変わりまして、力強い動きを見せています。こいつが結構ね3歳になったら楽しみなんじゃないかなと。まあそういう感じで、で今現状現役は赤馬とメープル、まあ、赤馬はまだ1回しか走ってないかなっていうので赤馬行きましょう。シンバ前回5位とかやったんかな、まあ、マークなし。口内炎が痛い。ああ。さあ何番や、まあ、結構後ろやな。ずっと後ろやん。画面から消えてもうた。もう全然わかんない。なや、どうしたんや。え？これはひどい。うわ、惨敗。大丈夫かな。ちなみに赤馬はメスか。あ、オスか。早め引退させても使い道がないんか。かもう若いうちに売ってまうかやな。まあ、3歳で芽が出んかったらもう売ってまうのもありやな。維持費もかかるしな。厳しいな。こんなに弱いか。イレンちゃんとベ、イレンちゃん、マジ、なんやろ、調子悪いんかな。バテ気味。一回牧場に放すか。あ、てか俺メープル戻してないんじゃんこれ。ああ戻してるわ。キーンランドカップ、さあクリス持ってんな。これは勝ちたいな。なんもないもんな。これぐらいオープン戦みたいなもんや。1000m ってめっちゃ短いな。いけるか、いけるか。ちょっと遅いな。あが。ああ、
ー遅かったあの伸びんのが。7着、微妙やな。釣りあかんかったら引退させよ。クリスかこれは。クリスもオスやもんな。オスで勝てんかったらほんま使い道ないよな。クリスは分かりやすいな、灰色やもん。青色、青帽子、悪くはないが、こっからの加速がないな。あーきついな。赤毛の案が出ていったらもう全部切っていいかもな。牧場戻ろうか。クリスやね。指示なしで行ってみようか。8番。クリスが、おお上がっていった、上がっていった。あーただ抜ける場所、通路がない。わあ失速した。クリス6位ぐらいやな。あ一応5位には入ったんか。多いわな。お、これはメープルやん、多分。お、来た来た来た。頼む、買ってくれ。4番。さあ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 。早い。おおおお、来た来た。あ、なんで？あ、詰まったんか。ミスったミスったミスった。間に合うか。よっしゃ、さすがメープル。これよこれ。ナイス。
おいくらでしょう。2000万。オッケーオッケー。年1回はせめて勝ちたいよな。マイルチャンピオンシップ、これメープルやな絶対。まあまあ G1 やん。しかもこれラストチャンスやな。もうか。何番やろ。14番。結構多いな。16通るんか。結構な数やな。さあ、メープル上がってこないか。お、上がっていった。メープル上がっていったぞ。外側から。このまま無理か。あー、失速した。無理か。一瞬、はそろそろまだか。これはどっちや。クリス、スコア悪いな。スコアっていうか評価悪いな。クイス絶対失敗作やな、これ。勝てる気が全然せんな。すごいな、接戦やけど。おおおおおおお、これ勝ったんじゃん、まさかの。クリス、うわどうなんやろ。よし、勝った。まさかの予想外。やったぜ。1000万あるか。安っ。まあまあまあ、支払いか。18回5000万ってことは、え、おい、ミスった。利息やばない。借りんかったらよかったんじゃん。5億借りて10億返さなあかんってこと、これ。
スバルステークス。いやーちょっとメープルに頑張ってもらいすぎてんな。いやでもメープルいい子を試合してくれるんよな。だメープルメスやからな、もう引退さして、そうやな、子供産んでもらう方に行ってもらってもいいか。メープどこや、あめっちゃ後ろか、これ後ろのやつやな。全然ダメやな。よし、引退させよう、メイプル。もうきついやろ。うん、もうきついな。じゃあ。引退します。はい、クリスいらんねんけどな。あともう一匹おったよな。あれこれだけか。あクリスだけか。じゃあ赤木か。あ、ちゃうわ。赤馬や、こいつや。ずっと走らしてなかった。もう4歳になって思ってるし。よし、来た、赤毛のアン来たよ。全員山伏。これ維持費かかるやろうな。うん、よし、なんぼ減るんや。花の希少、これクリスか。おお、急に化けてきたな。買ってほしいな。クリス引退させよう思っててんけどな。こっから、まあ、クリス見やすいんよな、灰色やし。10 13 13やな。さあ勝つか。お、早い早い早い、クイズ早いぞ。ダントツちゃうこれ、クイズ。あー、なんでな、なんでやね。クイズこれがあんねん。勝つと思ったら負ける。しかも6位。お、来た来た。2クリオンナッシン、あ、違う違う違う、
4。ナッシン、ナッシンが4。これ5。なぎさ5やろ。なぎさ5。なぎさやな。で、クリオンどうしようかな。4以上はから、かぶらしたいな。するかやな。あとはステータス見てやるか。3の実績底力が AA とかが理想やけどな。これ行こう。よし。オッケーオッケー。で、ナッシン。ナッシンは3。これでしょ。あちゃあちゃ。で、ナッシン、クリオンいったやろ。で、ナギサも OK。あとはメープルか。メープルはええやつ、ちょっと、なんか用意したいな。上から、こう。3、4。これいいんちゃう？これいこうか。よし、OK。完璧。こう、またクリさん？クリさん安定せんな。
おおおおお、クリス行った行った行った、うー無理か。3位か。3位やー、くそ。いや、クリス弱いよな。赤木か。あ、赤馬か。赤馬もあかんかもな。このレースプラスあと一戦であかんかったらもう売ろう。まあ馬多すぎやしな。全然やん。全然やん。何着 ?2、4、7、8ぐらいか。あ、6着な。で、11、6やもんな。ダメや。赤馬はダメや。赤か馬か、これラストチャンスやな。もう印がないもん。こんな失敗作生まれるか。これは11、12、12か。あ、全然あかん。うろうろうろ。売却はできるのかな。あ、できひんねん。まあもうしゃあないな。赤毛のワンがどうなるかやな、楽しみやな。うん、世代交代やな。クリスも怪しいけど、クリス中途半端やわ。勝てんやろうな思ったら勝つし、勝つやろうな思ったら負けるし、V ゾーン、無理か。
ああ、全然伸びんな。いやーきつい。ああダメや、ダメや。クリソもちょっともう切ろ、勝てる気せん全然。引退や。え？あ、メスや。クリスメスやん。しかも牧場いっぱいかも。あ、まあしゃあないな。さあ来た、こっからや、世代交代。誰が出るんや。おお来た、影の案、期待のホープ。こいつがどういう動きをするかやな。あれ出遅れた、まさか。いや、ちゃうな。お金稼ぎもんの？あれ、全然やん。お金稼ぎと赤毛の案がおったんか。お金稼ぎ、赤毛の案あかんや。マジか。まあまあまあ、まだ始まったばっかりしな。しかも多分赤毛の案出だしミスっててんな。お金だけか。逆にお金稼ぎの方が強いかもしれん。パターンあるかも。いやーでも、ああどうやろう。あー出られん感じやな。あーそういう感じか。いやーでもまあまあまだわからんな。あれはツールあったワンチャン飛び抜けてたかもしれん。いや、ん？もう違うの見とった。来た、赤毛うん、今回スタートはオッケーやな。おああ無理やな、間に合わんな。4着か。まあまあまあ、うん、まあまあ、とあかりか。
赤城走った、走ってもないのに。メス馬だけチェックした方がいいかな。お金稼げないよ。名前に負けてるよ。4番。メープルみたいなやつ出てこへんかな。頭角表してほしいな。来ないね、来ないね、全然来ないね。ちょっと似てるし、小金線が。まさかの評価バカ高い。なぜに。そんなにいいのか。6番か。まさかの赤城がうちのエースか。赤城くんか。はいや、はいや、いい、はいや。やばい。爆発的に速いな。赤城はオスなんかな。めちゃめちゃ強いな。あ、オスか。そうかそうか。稼ぎが評価が上がってるぞ。金稼ぎは、あ、てか2人おるぞ。ってことは赤城のアンか、これ7番が赤城か、お金、7番がお金稼ぎ、11番がじゃあ赤城か。両方とも来てほしい。ワンツーフィニッシュお願いします。ワンツーワンツー。分かんない、お金稼ぎ全然上がらない。
伸びろ伸びろ、11番伸びろ。あー伸びないか、金稼ぎ遅いわ。かんな、この2匹ちょっとやばいな。78フィニッシュ。これは赤字ちゃうか。やっぱ赤字、赤字やばいな、ほんまに。ちょっと骨折だけせんといてほしいけど、負ける気せんな。ドセントや、逃げ切れるか。いやもうやばい、赤字やばい。何やこれは。いやほんま、何なんこの子は。いややば、強すぎる赤字。なぎさの子か。ちょっとこっち見るとテンション下がんな。赤上げ。お金、いやーもうこの2匹あかんな、ちょっと無理な気がする。もう赤字と違いすぎる。ここ2年ぐらいも赤字だけでいけそうやもんな。もう来てないもんな。おっ、おっ、ダメやな。賭けよりお金稼ぎの方がいいやん、実際。3着か、でも。あれ、両方押すか。お金押す。影がメスか。あら。それはちょっと休まなあかん。お前はもう絶対休ませる。いや、渚すげえな。
あ、前回もこうムーンライトパレスやったのか。お金稼ぎもおるやろ、どうせ。いない。影だけか。強いやつはもう最初から強いんやろな。アカディオはわずかに戦闘。でも無理やな。あー落ちた。100万、諦めようか。ああ、そうか、いっぱいなんか今。こいつを引退させよう。もう、赤城だけでいいわ。やばいやん、あいつちょっと詐欺られたな、俺。パッパッパーで決めたけど、よう考えたら5億。5000万ずつ20回って。さよならやって。わ、こいついいんじゃん。いや、そんなことないか。そんなことない。ちょっと名前に惹かれたけど。2個やな。3億は無理や。ん？やっちゃうな。エトピリカ。お。だ、しゃ、うわ、成田大臣強いな。いけるか、赤城。無勝、無敗、無敗でいってほしいな、このまま。しかも G3 やん、これ。体調崩してたしな。さあ、赤木。来てる来てる来てる。赤木早いぞ。相馬いけるか。
いけ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 。あー、ちょっと失速して逃げれるか。あー、無理や。成田大臣強かった。いや、惜しいな、今のは。まあまあまあ。マジ？まあ、拡張しようか。いけるかな、お金。ちょっとお金がやばいんちゃうか。まあいいか。勝つよ。赤木が。ええのおらんかな。トップシークレットやばそう。ちょっと違うな。しかも1億9000は買えん。おい、メイプルシロップや。メープル、ああ無理か。オス、メスメスは赤マナ。さあラスト、じゃあ赤木の試合を見て。お、生まれた。あーっと、なぎさの女の子。なぎさの赤木やもんな。こいつは神の子にしよう。めっちゃ強くなってほしいな。出産ラッシュか。おお、こいついかついぞ。じゃあどうしようか。こいつ、せやな。まあ世界を取るっていう意味でワールド。なんとかワールドみたいになったらよかった。こいつは？あ、こいつも結構やな。じゃあこいつはワールド宇宙にしよう。宇宙。そら強いやろ。うん。え、まだ生まれた？誰やこれ。あ、メープルの子か。じゃあ、ハチミツにしよう。メープルの子やし。思って3年か。返済考えたらな。毎月毎年5000万稼がな。これまずいよな。お、来た！高松宮杯。頼むで、赤木。G1。しかも一番表、新興キング。いやー、勝ってほしいな。G1。
カキでゲームクリア。One more love way。赤木、頼む。来た来た来た。あーちょっと遅いな。あー無理か。進行キング強かった。鍵何着や。うわ入ってないんか。あま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 あちょっと赤木の様子を見よう。まあ元気いっぱいか大丈夫や。No。 おいい状態仕上がってる。 G1 行きたいけどな。これは違うな。多分普通のオープン戦みたいな感じか。うん。これは勝つな。いやもう絶好調 G1 に合わせたいな。基本赤木が調子いい時も前出てんもんな。逃げ切りかな。いやもう早っ。ちょっと危ないんちゃう？大丈夫か？大丈夫か？おっぶねえ。危ない危ない。まだ鍵はおっさんたくさん仲で写真は撮ってないもんな。ここ1000万2000万ぐらいか。鍵で5億回収したいな。無理かな、さすがに。1億は回収できそうやな。鍵は？ああ、ちょっとじゃあ、牧場戻すか。改めて見ると名前が単調やな。よしこれで赤木を戻そう。で次の試合で一旦この回は終わりにしよう。来たスワンステーク。もう G1 とかそっち系じゃないのか。お、G2。よし、これで一旦、今回の会話終わろう。最後に優勝して、G2 優勝して、頼む。16と、1番か。
さっきは1番で勝ったからな。赤木はちょっと前に出た方がいいねけどな、出ないな、出れないな。お、来た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 、詰まってるな、ちょっと詰まってるか。さあ赤木出ろ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 、よしよし、もっともっともっと、あー加速しない、うー落ちていく、マジか。12着1着ぐらいか。珍しいな、赤木が13着。体調は大丈夫なのかな。うん、ちょ、もちょっと、もう一回、次が多分本調子になるはず。G3、あーいいやいいやいいや、これでいこう、これ最後にしよう。頼む、出遅れた、なんでやねん。おい、あかんやないか、出遅れて1位になったらええけど、コースも短い。攻めあぐねてるな。くそ、いけいけいけ、空いたぞ空いたぞ、スペース空いたぞ。おい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 、やらかしたなこれ。出だし悪かったわ。もう5着。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。では次回続きます。